ついにこの日が来たよ。Thank you.
みんなにも一緒にお祝いしてほしいことがあるんだ。今回のツアーの前の日、ツアーのリハ最終日かな、リハーサル最終日にミト君のところに2人目誕生しました。実はその裏にいるんですよ。男子が生まれました。もう本当おかげさまで、本当にありがとうございます。本当に生まれて、まあそのリハ終わりだったんですけどね、生まれてまあこうやってずるっとこう出てきたのをこうまあなんかこう思ったんですけど、もういきなり目を開けたって話をしたでしょ。目を開けて、そうもう次の日移動するの分かってたんで、どうだっていう顔をされて、これで迷惑かけないでやろうみたいな、本当に親バカは別に今から始まったことじゃねえんだよ。お父さんって言われたらショックだよね。お父さんじゃないですか。いやお父さんだけど。いやもう例えば今うちの子はもう4歳なわけね。4歳でしょ。だからもうあと十何年とかして、なんかそのお父さんとか言ってる人とかに言われたらもうお父さんって。それは来たるべき日の話をしてるんですか。いやお父さんって言われるの。演奏やめちゃうぞ。まずいです。いやありがとうございます。本当にいやすみません。そんな働くお父さんに捧げます。そんな曲あったっけ。無理やりです。Oh.
さて、あなたはハイコーラスダメダメな人ね。娘はまだやれないっす、さすがに。ダメです、なんと言ってもダメです。ハラハラさせられっぱなしでもう困ったもんです。マイペースとかマイワールドとかそれってきっと変わらない自分への言い訳です。とはいえそんなあなたも相当頑張ってます。まだ見ぬあなたに、あなたに期待しています。あらゆることが私たちを待っています。はい、そろそろ腹をくくってみませんか。いやいや、ようやくここまで来たところです。まだI'm not afraid of the dark.
やっぱり最高だよ。なんつーか、本当にありがとうございますね、もう。大好き大好きー私も叫びたい。大好きー。うわ、この前でもあれじゃない、大好きやって俺やれたから今日1個じゃないの、そことしましょう。じゃあ、さあ、はい、いくちゃんでいいか、うん、じゃあ行くよ、はい、せー、さあ、はい、すごい、人ってこんなにでかくなるんだね、声。じゃあ今ぐらいでっかい声でメリーゴーランドって叫んでくれる？みんなでぐるぐるになっちゃおうよ。はい、捨てるよ、捨てるよ、触れても覚めても
たらのぶっ壊れっぷりの外で見てるからね。あんたらちゃんとぶっ壊れんだよ。もう踊りまくるんだよあんたたち。息切るんだよ。すげえな。すげえな。ステージ OK。それでベースバツコーンと、あの、ジャックをぶちって打っちゃった。DJ 大でーす。どうもありがとう。踊ってってくれDJ Dai! I said
body but never complain. And you know that I'm getting through to labor life care, baby. What if I'm laughing at? So I'm going for life control. Dance so body, dance so body. My life so body, body's getting old. Now dance so body, dance so body. My life so body, body's getting by. Talking loud, just my dream. I don't care. I feel loud, just my way. I don't care. Have my face grown hair. I don't care. So now dance so body, body's getting low. Come on! Dance so body, dance so body. Life so body, body's getting alright. Now dance so body, dance so body. Life so body, body's getting alright. And still everything present you up will pay me out. っていうかよく考えてみてくださいね。普通にカラオケですからねこれ。ああ、みんなでライブ中途中で泣いて もうむしろかっこいいところをステージでかっこいいとか見てもらおうじゃなくて、悩んでのた打ち回ってる姿を見てもらおうっていうことが自分の仕事だと思ってるんで。でもなんかある時期から絶対外したくないと思うようになって、日本もなんかこう、ズボン外したくない。どうも、ドラムの伊藤大輔です、本日皆さんにご覧いただいた日比谷野外音楽堂の公演のほか、2007年6月全国12カ所を回ったツアーミュージカルに密着して、ライブ映像を中心に構成された、生身のねグランボに迫った初めての音楽ドキュメンタリー映画「タユタウグッドタイムミュージックオブグランボ」が劇場公開されます。この映画の舞台挨拶付き公開初日に5組10名様をご招待しますので、皆さんどしどしご応募ください。よろしくお願いします。
介します。ドラム伊藤大輔、ボーカルキーボード原田育子、それから、私たちをずっと支えてくれた、ツアースタッフのみんなにも拍手。寝てますけどね。